こんにちは。アヒコダンスプロジェクトの小野アヒコです。今回はロンドンのコンテンポラリーダンス情報ということでお話ししていきたいと思います。前回、ドイツのコンテンポラリーダンス情報をお話ししましたが、ドイツと同じようにイギリスにもたくさんのダンスオーガニゼーション、組織や劇場があります。 皆さんもご存知のようにイギリスには4つの国イングランドウェールズスコットランド北アイルランドがありますそれぞれにダンスの組織オーガニゼーションや劇場がありますのでかなり情報量が多いというわけですそれで今回はロンドンに絞ってそのコンテンポラリーダンス情報をお話ししていきたいと思います 今回の情報ですが、今回は私がロンドンで活動していた時の情報を元にして、ワンダンス UK からのサポートを受けてアップデートした情報をお話ししていきたいと思います。お話ししていく内容ですが、まずはロンドンの 中心的なダンスオーガニゼーション組織ですねを3つ国内外のコンテンポラリーダンスを上演している劇場そしてロンドンでもメジャーなダンスフェスティバルそして最後にコンテンポラリーダンスクラスのあるダンススタジオをご紹介していきたいと思いますそれではまずこちらのプレイスからですこちらはダンスオーガニゼーションになりますが このようにロンドンコンテンポラリーダンススクールとありますけれども学校が併設されていますなので留学を考えている方はこちらからバナーをクリックして情報を得ることができますさらにはダンサーとして活動している方や制作などをしている方はここのプロフェッショナルズアーティストデベロップメントというのがありますこちらをクリックしてみますと このようにいな機械が載っているわけです特にこちらの「JUICE」というのをさらにクリックしていくとこのようにコレオグラフィーの制作の機械やジョブオーディションでクラスそして助成金などが載っています特にこのオーディションを見てみましょう。 とランンバードダンスカン,パニーです、ね、カンパニーの劇場コーディネーターを探していたり、マーケティングマネージャーですね、広報係とか、あと、ジェネラルマネージャー、管理者ですね、を探しているという告知が載っています。先ほどのところに戻っていきますけど、さらには、このコレオドームという、こちらに今出てますけど、コレオドーム2021というのがありますが、こちらでは、 振り付け家を主に、まあ、アーティストの方でダンスを作っている方をサポートしているプログラムになりますこのプレイスに登録しているアーティストがメンターになって制作をサポートしていくプログラムになってます制作などに興味のある方は是非参考にしていただければと思いますさらにはクラスもあります あちらに今行くことはないですけれどもこちらのクラスデジ,デジタルであオンラインでこちらのクラスオンラインでインプロバイゼーションですねオンラインで受けることもできるクラスがありますので是非参考にしてみてください。それでは次のサイト行ってみます 次はシフォンンデイイススダンスというサイトになりますこちらのサイトはシフォン・デイビスという振付家の方を中心に行っているダンスの活動サイトになりますこのようにバナーがあっていろいろな活動を見れるわけですがまずじゃあテイクパートというのを見てみましょうどういうことに参加できるかということなんですがそうするとこのようにアダルトクラス子どものクラスいろいろとあります小学生クラスネクストコレオグラフィー 2021オンラインのがあるのでちょっと見てみます。でこちらですがこちらは18歳から25歳の人を対象にしてゴレオグラフィーに関心のある方を募集していますということですね。そのようなサイトになります。さらにこのプロジェクトというところを見ていくとこのシフォン・デイビスさんの ダンスを見るこことがこちらでできますさらにこのアーティストディベロップメントを作る方や、まあ、ダンサーの方踊る方のためのプログラムがこちらで見ることができますこのようになってますので後で見ていただければと思いますそれでは次のサイト行ってみましょう次はこのグリニッジダンスというサイトオーガニゼーションになりますこちらでもこのようにクラス プロフェッショナルズなどなどいいろろ活動を見ることができま,すまずはクラスから見てみましょう。そうするとこのようにアフリカンダンスやバレエやコンテンポラリーですね。ヨガのクラス、子どものクラスもあります。いろいろなクラスがあります。こちらもオンラインでやっているクラスもあるので、ぜひ、あの、 関心があったたたら見ていいいだきたいと思いますこちらの「プロフェッショナルズ」というのを見てみましょう。そうすると、そうですねのようにあの特にこちらの「トーキングムーブ」というんですがポドキャスト、ポドキャストを使ってですね、アーティスト同士の交流を行っているというサイトになります。このポドキャストちょっと聞いてみます。 ですね、このように、まあ、アーティストを紹介したりしてアーティスト同士の交流をサポートするというようなこともしているわけですね。作品発表してみたいという方なども参考になると思うのでぜひ後で見てみてください。それでは次に劇場を見ていきます。 コンテンポラリーダンスの国内外の作品を上演しているシアターで、まあ、劇場で一番多いのがこちらのサドラーウェルズシアターになりますこちら見ていただきますようにたくさんデジタルステージに今はコロナなのでデジタルステージになっていますけれどもたくさんのパフォーマンスが載っていますでイベントとしてここで最後にワークショップもあります ファミリーダンスワークショップというのをやってるわけですねでこちらにまあ、エルダーズのワークショップもやっています高齢者向けですねこのようにワークショップもやっている劇場ですダンスを見てみたい方デジタルでも見てますので見れますのでぜひ参考にしてみてくださいもう一つ劇場がありますがその劇場をご紹介しますこちらはザ・ピーコックという 劇場になりますこちらのパフォーマンスですねこのスノーマンをのパフォーマンスを最近やる予定だったんですけれどもそちらがキャンセルされたというのが載っていますこちらでも普段はたくさんパフォーマンスをやっていますのでぜひこちらのサイトも参考にしていただければと思いますそれでは次にフェスティバルについてです フェスティバルはこちらの先ほどのザ・プレイスでリゾルーションというのを毎年やっているんですけどもこちらが大きいフェスティバル大きいコンテンポラリーダンスフェスティバルの一つになりますこちらのリゾルーションでは特に新鋭のですね新鋭のコンテンポラリーダンスアーティストコレオグラファーやカンパニーの作品を上演する機会になります 国内外の作品を上演しているので国内外にいる人も応募することができます。Who can apply とかって書いてありますけれどもこちらも参考にしていただければと思います。こちらのフェスティバルですけれどもコンテンポラリーダンスをしている人の流一つの登竜門になるようなフェスティバルでもありますのであちらにいらっしゃる方やヨーロッパに で活動を考えている方活動している方なども参考になると思いますのでぜひ参考にしてみてくださいもう一つ大きなダンスフェスティバルをご紹介しますこちらになりますこちらはダンスアンブレラというフェスティバルになりますが こちらは大きなダンスカンパニーですね。トリシャ・グラウンなんかのカンパニーもアメリカから来てパフォーマンスをしていましたが、そちらのカンパニーやアマチュアのカンパニー、そしてワークショップもたくさん行っているとても大きなフェスティバルです。動画をクリックできないので、この y o u r t u r n、ね、あなたの番ですよっていうふうに言ってますが、あなたの番というのを見てみます。まあ、どのように私たちが参加できるかということなんですけれども、 このようになんかワークショップをやっている写真が載っていますねワークショップに参加できる機会があ,あるということですねコースエンドワークショップというのもありますフェスティバルエンドモアというところに行ってみましょう毎年11月ごろに行われているので今は特にやっていないんですがこのように情報がいろいろと載っています。 こういうトークセッションもあったわけですねパーティーも見られたようですオープンスペーストークスなんかありますので是非こちらのサイトも参考にしていただければと思いますそれでは最後にコンテンポラリーダンスのクラスがあるロンドンの大きなダンススタジオをご紹介していきます 一つはこちらですパイナップルダンススタジオ皆さんあご存知の方も多いと思うんですがこちらではオンラインクラスをやっているようです。と見ていくと、まあ、このように日曜日は日曜日ビターティスやっていたりズンバ このようにいろいろなダンスでコンテンポラリーのクラスもありますねこのようにねでえこちらはオンラインクラスライブオンラインクラスになってブックでこちらで予約ができます日本国内でも受けれるわけですね興味のある方は見ていただければと思いますでさらにこちらにオーディションというバナーがありますので見てみますとこのようにオーディションの告知が載っていたわけですねこれは ダンスキャストを、まあ、ダンサーを探していたんですけれどもキャンセルになったんですね、まあ、コロナなのでしょうがないですけれどもあと東京ディズニーランドのキャストも募集していたようですねオーディション受けたいっていう方はこちらも参考にしていただければと思います最後にもう一つだけご紹介していきますこちらですダンスワークスという、まあ、ダンスワークスというスタジオになります こちらでもこのようにクラスがありましてこちらはこのようにオンラインで受けれるクラスとその場所で受けるクラスというのが分かれているようです。でクラスの内容を見ていくとこのようにコンテンポラリージャズというクラスがあります。クリックしていくとそこで教えている人たちを見ることができます。戻っていきます。 イベントワークショップなどもありますので是非こちらのサイトも参考にしていただければと思いますこちらに行く予定があるとかあちらのクラスに関心がある見てみたいというような方ですねこちらに SNS があります、ね あと、メーリングリストもこちらで登録できます。今まで見てきたこのサイトにもすべてこのように、ね、SNS やメーリングリストがありますので、そちらも利用していただいて、そちらに登録しておくといろいろ情報を送られてくると思いますので、そちらを利用されるのもいいと思います。いかがでしたでしょうか 今回はロンドンのコンテンポラリーダンス情報ということでお話ししました。このチャンネルではこのようにコンテンポラリーダンスに関する情報やコンテンポラリーダンスのエクササイズ、体を鍛えるエクササイズなどを動画でアップしています。よろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。